さんどうもよろしく、ドロー TK です。ではね、今日エンちゃんとアームやっていきましょう。では行きましょう。泳ごう。どこや、こっち側か、ここが、違うの、どこ、どこ、もうそう、で、ここもここでも出てくんの。ちょっと待て、それは聞いてない。マジか。ちょっとぶっ壊してやるぜ。ほんま実況しだすとこういう、やめてほしい。よっしゃい。ガスラスもしなかったのね。あ、これか、これか、上がる。よっしゃ、壊す。おう、力の弱すぎ手に入れた。で、あと行くところはどこかな。これでこいつか、押す。おお、水が引いていく。水が引いて、どこか行けるところができるんかな。あ、ここか。で、あとは、あー、あそこに入っていくパターンか。そんな気したよ。え、なにこれ、え、こっちも出ていけんの。いろいろありすぎる。ちょっと待って、え、これ何、なにこれ。あ、あれか。ちょっと待って、あっちにもなんかあるけど、で、次こっちやね。なんて、あ、こっちは無理か、行かれへんのか。ならあっちやね。で、よっしゃい、せや。いいね。お、ここか。ぽいね。で、行くところは。どこになるんかな。南西って乗ってたね。南西ってことは西やったから、ちょっと南に来たんか。え、で、おーおー、アイテムがある。 3000TB、 いやー素晴らしい。ん、何、あ、向こうに行けんか、これで。ゆえい。で、ここでちょ、いろいろ行くとこあんねんけど、ちょっと待って、これなんなん、外郭通路。ちょっと待って、こっち気になんだけど、何もなかったわ、何もなかったわ。悪い悪い。じゃあもうこの辺行くか。外郭通路、外郭ってのは外、なんか漢字がいまいちわからんところが多いよっていう、ね、カメラ固定なんやこれ。なるほど。で、あ、こっちから行かない。で、何もないんかい、何もないんかい。ちょっと待って、お、なんかあった。アイテム購入、スキル購入。ちょっと待って、スキル購入でちょっとまだ買ってなかった、これがね、ハイアースシェイク、ライガの好きですね。これアイテム属性を見極められれば大変効果的に使える。わざ、ムラブフォースはアツマか、やや低めやねんな。まあこれも買っとくか一応。て、あ、いやちょっと待って、いやや、なんか金がなくなるの嫌や。金がなくなるの嫌や。よいしょい。オラエット、オラエット、なんもないんかい、なんもないんかい。えい、オラよ。うわ、なんかまだおったよ。え、あっちに行かな、あかんパターンこれ。あ、行かんでよかった。え、あいつなんなん。よっしゃ、次行こう。で、こいつで、あいつ何やったんやろ。ちょっと気になるから行ってみていいかな。いや、やめとくか、めんどくせえし。
んだよ、またジメッとしたとこだな。あー、ジメッとしたとこな。文句を言わない。この地下道を抜けたら市街地に出られるわ。マジで？さあ、行きましょう。おお、行こう行こう行こう。で、行くところはここを抜けたら市街地に出られる。もう行こう。なんかあっちにおっちゃん、なんか敵ようわからんねんけど、戦ってみたかったんけど、お、ネズミある。チューチュー。チューチューチューってか。こっち何？こっち何？気になる。あー、気になったら、気になってしまうと行ってみたくなる勝負っていうのね、あるんですよ俺。あー、こっち向いた。で、こっちは、あれか、宝箱のある、宝箱のある、うん、やつね。カリン専用ブレードアシコを手に入れた。ほう、アシコはってことは戦闘のあれか、武器か、武器作れんのか。なるほどね、武器作りたいね、カリンの。よっしゃ、オートでもうちょっとやっとくも。水よ、それで問題ないからね、作戦はもう。オーケー、ウェイウェイ。素晴らしい。ちょっと。いや、素晴らしい。盾をここに。ありがとうございます。もらった。もらった。よっしゃ、終わった。よっしゃ、勝ったぜ。よし。で、この上行って向こう行かなあかんね。よっしゃ。それでまあ市街地まで出て、今回終わ、ちょっと待って、カリンのさアイテムちょっと使用、なんで使用できんのこれ。まさかさ、これさ、まさかとは思うけどさ、これどっち側、ちょっとこっち側行ってみたい。まあね、エンカウントするのはね仕方ないんやけど、なんかだんだんうざなってくるんだよな。はっきり言ってさ、次の戦闘やで、カリンちょっとあれやっとこう。え、なにこれ、あーやばい、これやばい、うわやば、ちょっと待って、あ、なん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 、で、ここ行って、あ、待機しかできへん。あ、そういうことか。お、ちょっと待って、ループやるやろ。で、こいつでアツマを前に出して、で、決定。水よ、どうした、弾けて消えなさい。オッケー、逃げた、これで安心ね。いいね、オーケー。うわ、やめてほしいわそういうの。あんたなんかの助けはいらなかったんだからね。なんかいらなかったんだからね。なんか、ローエングリーンか、うん、これでいいや。で、プリムローズはキュアループをやらして、で、こいつでよっしゃ、よいしょ、いいね、素晴らしい、弾
消えなさい。よっしゃ、あ、終わった。よっしゃ、いいね。ドリルシールスコアを手に入れた。なるほど、そういったものがあるのか。でもまちょっと待って、もうほんまにあのさ、戦闘したばっかやんか。やめてくれへん、こういうの。舐めないでよ、私カリンなのよ。 SP1 のまんまやねん。なんなんそれ、どういうことこれ。ちょっとあれ振らないか、ダンスして。そうしようか、なんか怖い。オッケー、もうそういうのいらんから、もう。オッケー、終わった。あ、まだ終わってなかった。あ、もう2匹目倒れたかな。こっちも強いな。もういちいち行くぜ、終わりだ。よっしゃ、終わった。さあ、カリンのな、これどうにかならんかな。まあさっき進めていこう。これ降りるとこあったら降りていった方がいいわ。絶対なんかある、先に。無理かも。あればっか使っときゃいいってことやね、要は。要は、うん、要はね、あの EX スキルを使えるんやったらもう使っといた方が早いってことや。うんね、カリンはちょっとね、 EX スキル使えるからそのまま残してんねんけど、 HP1 やから、ね、それがちょっとめんどくさい。お、チーが来た、チーが。で、あとはどこや、ここか。あ、なんかあった。うん、こういう風にね、何かあるのか分かるっていうのが嬉しいわ。行くだけで価値がある。分からんねよな。分からんことが多かった今まで。ウィリリ組んでて、一旦ちょっとパーティー編成じゃなくて、なんや、何をしよう思ったんや。分からん。まあいいや、ここはまあ上行って、あ、一旦ちょっと王道とこう。 EX スキルよう使ってるからね最近。行くぜ。うん、 EX67 か。ほらどうだ、しゃ、ちょいな、いいね、いいねだよね。お前あつまよう踊れんな、こんな中で。よそういう問題かっていうな、お前。それ言われたらまあしゃあないけど、踊るわ、ほんま。こんな81か。あー、終わった。いい汗かいたぜ。いい汗かいたか。先行こう。なら先行こう。いい汗かいたんなら先行こう。この中では嫌な汗かくやろうけどな。で、ちょっとほんまさ、2メートル行ったら完全にいつもエンカウントしてるからな。もうちょっとさ、エンカウントの率少なしてくれへんかな。ちょっとマジで嫌やねんけど。決めます。盾をここに。よっしゃ。よっしゃ。うっそ。はあ、なんかだんだん嫌な時だ。だんだん嫌な時だ、ほんま。オッケー、そうよ。よっしゃ、痛い痛い。オッケー、よっしゃ、オッケー、終わった。いいね、先へ進んで。当たり前。うん、なんでカリン HP1 しかないんやろ。それがちょっと嫌やねんよな、俺。
まあ、しゃあないか。行くか。早く出たんやけどな。もうこんなとこ。マジ嫌やわ、こういうのが。好きじゃないわ。そろそろか？ぽいな。そんな気がするよ。おっしゃ、で、きゃ！きたー！ここのはしごを登ると、市街地よ。市街地か。ここまで来れば一安心でしょう。さすがに、追っても我らのことを見失ったはず。ありがとう、ライガー。おかげで助かったわ。しかし、相変わらず無茶をされる。無茶をされる？私が助けに参らねば、一体どうするおつもりだったのです。だって、私たちの作戦にはどうしてもこいつが必要なのよ。なら、ああするしかないじゃない。え？そういう役目は私のものです。本身に万が一のことがあったら、一体どうされるおつもりなのです。あのさ、何よ。作戦って一体何のことだよ。あと、こいつってやっぱ俺のこと？うん、お前のこと。それは上に行ってから説明するわ。仲間も待ってるし。仲間ねえ。何よその不審そうな目は。まあそうね。あんたたち二人一体何者なんだろうと思ってさ。なんかどう見ても仲間同士って感じじゃないしさ。どちらかというと、なんで俺を見たら愛妻家やねんな。それはないやろ。主人と家来、まあこれやね。そうだな、主人と家来っていう感じがする。ライガさんがカリンに貸し付いてるっていうか、使えてるって感じじゃんか。あのね、私とライガの関係が何だろうとあなたには関係ないでしょ。まあそうだけどさ、まあね、もう無駄話はいいから行くわよ。うん、行こうか。ようやく出れる、こんなとこから。え、酒場に繋がってんのこれ。マジで酒場に繋がってんのか。ちょっとそれすごいな。斬新やな。普通市街地って言ったらなんか裏路地とかに繋がってる感じがすると思うんやけど。やっとジメジメしたところからおさらばできたって。あれあれ、ここどこだよ。ロンドンシティの貧民街にある酒場よ。なんで酒場なんかに。ほんまやな。ここが私たちのシティ内での拠点だから。シティ内での拠点、私たち。詳しい話は少し休んでからにしましょう。ほう、ちょっとお腹が空いたものね、ライガ。ギョイギョイ。マスター、席空いてるかしら。ああ、お帰りなさい、カリンさん。奥のテーブルにどうぞ。ありがとう。さあ、行くわよ、達也。うん、合ってるの。うん、つだけだっつうの。あつまでよ。あつまだよ。一瞬焦ったけどな。美味しかったわね。満足満足。ギョイギョイギョイじゃない。美味しかったって言えばいいのに。ねえ、なんでギョイなの。なんでカズヤ。ほとんど何も食べてないけど大丈夫なの。アツマだっつってんだろ。アツマだっつってんだろ。お前ちゃんと覚えろ。飯食ってる気分じゃないんだ。さっさとさっき言ってた作戦ってのについて説明してくれよ。そうね、そういう約束だったわよね。まず私たちが何者かから話した方がいいかしら。ああ、うん、私たちは、うん、ロンドンシティの西にある鉱山を本拠地にするレジスタンスのメンバーなの。レジスタンス、レジスタンス。なんかちょっと、うん、どっかで聞いたことあるな。いや、言い方やでな。うん、ロンドンシティの支配者、カリバン王の西欧に抵抗するグループのことよ。ほう、うん、それで俺にどうしろと。横浜シティを壊滅させたデビルゴーレム、クイーン・オブ・アイスが横浜シティから解き放たれたのはあなたもよく知ってるわよね。ああ、カリバン王はクイーン・オブ・アイスに抵抗するためロンドンシティに封じられたデビルゴーレム、エンテイを復活させようとしている。エンテイ、いや、なんだって。あなたも見たから知ってるわよね、デビルゴーレムの力。ああ、見たさ、この目でな。エンテイはクイーン・オブ・アイスに匹敵する力を持つデビル・ゴーレム。この2体が真正面から戦ったらどういうことになるか想像できるわよね。あんな化け物同士が本気出してガチンコしたら、周りはただじゃ済まないのか。
性あるな。そんなことになったらロンドンシティは壊滅する。横浜シティと同じようにね。だから私たちレジスタンスはエンテイの復活を阻止するために活動しているの。はあ、そういうことか。でもどうやって阻止しようってんの。まあ、あなたも知ってるわよね。デビルゴーレムが力を発揮するにはあるものが必要なの。ああ、そんな話聞いたこともない。デビルゴーレムが力を発揮するために必要なの。そういやね、なんか言ってましたね。あの最初のデビルゴーレム、魔導機。そう、魔導機、魔導機。魔導機。ええ、そうよ。幸いなことにエンテイはまだ魔導機との一体化を果たしていない。ほほほ。だから今のうちに魔導機を確保する。確保すれば。なるほど、なるほどね。そういうわけか。エンテイの復活は阻止できるというわけか。けどエンテイの復活は阻止できてもクイーンオブアイスはどうする。一体でも街を滅ぼすことができるぞ。それは大丈夫、策があるから。策がある。策。さっき言ってた作戦ってやつか。そう、それに俺が関係してるんだな。ええ、詳しくはまだ明かせないけれど、私たちはあなたの右腕の力を借りたいの。右腕の力。あんた一体この右腕の何を知ってるんだ。そうやね、その腕の持つ本当の力を。本当の力。力。教えてあげてもいいわよ。私が知ってる全てのことをね。本当か。ええ、私たちの作戦に協力してくれたら。どうなの、協力してくれる。いいぜ。いいぜ。ただし一つ交換条件がある。何よ、交換条件って。俺は横浜シティがどうなったのかこの目で確かめたい。それにあいつらを、友達のことも探さなきゃならない。それはさっき話したじゃない、町は壊滅、生存者はいないって。自分の目で見たわけじゃない。自分の目で確かめない限り俺はそんな話信じない。ちょっと話を聞いてたの。もうすぐこの町にクイーンオブアイスが来るかもしれないっていうのに、そんな無駄なことしてる暇なんてないでしょう。無駄だって、ふざけんなよ。ふざけんなよってか、ふざけてるのはどっちよ。カリン様、お待ちください。確かに彼の言うことにも一理ある。ライガ。ライガが。幸いなことにクイーンオブアイスがロンドンシティ近郊に現れたという情報はまだあります。ほう。けれどいつ来てもおかしくない状況でもあるのよ。それは承知しております。しかし彼に対して一方的に要求を押し付けるのはいかがなものか。うん、それはライガは。それに、カリン様も見ておくべきでしょう。横浜シティの惨状。どうして私は。ご存知の通り、同志の中にはこの作戦に疑問を持っている者もおります。あ、そうなんや。デビルゴーレムに対抗するにはデビルゴーレムを使うしかない。そんな王の考えに同調している人たちね。カリン様自身が見たことを語れば彼らも説得に応じるやもしれません。何。それに、え、まずかこいつ。何よりも私は王族、あなたご自身のために見ておくべきかと思うのです。なるほど、何となく分かってきたぞ。私自身のため。そうです。やがてカリン様自身が決断をしなければならぬ時が訪れた。その時のために。そうだ、確かにライガンの言う通りね。話は決まったな。じゃあグズグズしてないで、さっさと横浜シティへ行こうぜ。調子に乗らないで。うん、調子に乗らないで。約束は約束だからね。裏切ったりしたら許さないわよ。分かってるさ、そんなことは。約束は約束だ。横浜のことが確認できたら、あんたたちの作戦に参加する。それでいいんだろ。ええ。じゃあ行こうぜ、横浜シティ。分かったわ。じゃあとりあえず酒場を出ましょうか。ほう。じゃあ今回はこれぐらいですね。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、 YouTube 上でゲームタイトルこちらにしばらくものね、一緒にやってるんで、あとプレステ4-3とスマホのゲームコントでやるということでね、今現在のこの A のエンちゃんからもやっております。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローお願いしてます。します。一応ね
ツイッターの URL はね、概要欄のところに貼っておきますので、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。では、さらば。